私はトヨタの中でも一番車が好きな人間の一人だと思います。そんな中で車に人格のような社格を持たせるということはものすごく価値のあることだと思ってます。車がユーザーにとって友達みたいな存在になる、そんな世界をですね、セールスフォースドットコムさんと実現したいと。車っていうのは走る情報端末に変貌しつつあります。走る、曲がる、止まるという車の従来の機能に加えてつながる、そのつながるプラットフォームの基盤となるのがトヨタフレンド、ユーザーと車をつなぐソーシャルネットワークなんです。最大の特徴は車自身がですね、つぶやくという、これまで人と人との間にあったソーシャルネットワークの中にですね、車自身が参加していく、ユーザーの行動をこう予測していって適切な情報サービスを提供するようにしたい。これまで車は単なるプロダクトだったわけです。これからの自動車ビジネスにおいて車はですね、お客様との接点、トヨタは年間800万台のお客様との接点をですね、世界中に創出しているんだと。そう考えると自動車ビジネスの可能性っていうのは大きく拡大します。トヨタがね、 iPhone に4つのタイヤをつけて提供している会社になる、新しい車ビジネス、新しいトヨタっていうのがもう始まっています。セールスフォースドットコムさんとのこう提携っていうのは、私どもトヨタの社内のワークスタイルも変革します。チャッターで得る、みんながどういうことを話をしてるんだというようなことはですね、私にとっては大変役に立ってます。I think we were surprised by the enthusiasm, how our Toyota employees all over the world welcomed this new product. One day we received a posting on Chatter, and within minutes, the person had responses to his question from literally all over the world. Rather than having people in all 150 companies around the world developing merchandising materials, educational materials, training materials for technicians or whatever, where there's a common platform, much of that can be shared through Toyota Chatter. It's really been exciting. やっぱり人間って24時間しかないじゃないですか。ところがこのソーシャルメディアを使うことによって何重にもいろんな人とつながる、それがね、一番の利点だなと思ってます。本当に1年に1回しか会えない人でも絶えずつながってる、私の今までの人生にはなかった経験です。